おはようございます、黒三つ葉です。ということで今日もですね、豪絶キャラの設定について考察していこうかなと思います。ということで今回扱っていくのがこちら、イグノーです。まあ、現状最難関のクエストとも呼び声高いイグノーですが、まずはイグノーについての前提の知識について話してから、自分の考察内容について話していこうと思います。で、まずはイグノーの語源についてなんですけど、こちらは英語のイグノーから来てます。で、こちらを日本語訳すると無視するだったりとか、あるものをないように扱うっていうように訳されます。続きましてイグノーの公式設定ですね。獣神化前が世界を塗り替え、つながりを断絶させるべき生まれた黙殺の化身たる存在。明るく楽しいことが大好きで、悲しいことや負の感情は不要であるという考えを持っており、世界で起きた悲惨な事件や辛い出来事、人々の苦しみや悲しみ、嘆きの感情をスプレーで塗り替えて、不都合なものを無視する世界に変えていき、人々の意思の疎通を妨げる。イグノーの体を覆う布の内側には自身が塗り替えた無視の領域へとつながっており、その隙間からは絶滅してしまった動物たちの姿がわずかに見えている。で、続きまして獣神化後ですね。人々や生き物たちの嘆きによって形成された壁をキャンパスに見立て、無視の領域へと塗り替えるスプレーを噴射して楽しげに絵を描くイグノー。決して無視してはならない、世界が真摯に向かうべき不都合な者たちはイグノーによって次々と無視の領域へと変わっていく。無慈悲に塗りつぶされていく人々や動物の嘆きは悲鳴を上げながら救いのないまま消えていってしまうのであった。で、続いてイラストについてですね。先ほどの公式設定にもあった通り、イグノーの全身は布で覆われてます。また無視の領域へと塗り替えるスプレーを持っていたりとか、あとはイグノーが人々の悲しんでいる顔だったりとか嘆いている顔を無理やり口角を上げるような形で笑顔に書き換えてますね。で、さらにイグノーは明るく楽しいことが大好きっていうことで、ピースだったりとかスマイル、あとはラブ、まあその他にも星のマークだったりとか、まあピースサインとかも描かれてます。まあ本当に公式設定がよく現れているイラストになってます。で、こっからが自分の考察になります。まずはクエストでイグノーの道中に出てくるキャラですね。カビカビーズ、ゴースト、ハーチェルっていうそれぞれ3体がいるんですけど、これらのキャラはそれぞれ無視されるっていうのと関係のあるキャラたちが選ばれてます。まず1体目のカビカビーズ、こちらは、まあ、大きさが小さくて無視される。で、続いてゴーストが見えないため無視される。で、最後のハーチェルが虫王国の女王っていうことで、無視と虫をかけて出されたキャラじゃないかなと考えてます。なので、あくまで前回のディビジョンでノクターン4でサクサク周回されたからマーチの対策で現用キラーのハーチェル置いておけなんていうおぞましい理由じゃなくて、運営の人のちょっとしたユーモアが生み出した悲しい事件みたいなものです。きっとそうです、間違いないです。で、続いてイグノーのクエストの背景についてなんですけど、自分が注目したのはピース、つまり平和を意味するイラストが多くなってます。まず一つ目がこのイグノーがね、ピースっていう文字を掲げてるイラストで、さらにここにもピースと書かれてます。で、さらにこの飛行機みたいなマークもあるんですけど、これもピースサインなんですよ。で、なんでこんなに平和っていうことを推してるのかっていうと、イグノーによって悲しい事件や辛い出来事っていうのは全てなかったことにされてるんですよ。そういうものはなかったことにされてしまうので、世の中にはプラスのこと、つまり平和な世の中が誕生しているっていうことをイグノーは主張しているのかなと思ってます。で、さらにラスゲに入る時のこのイラスト、実はある文字が隠されてます。気づいた方もいると思いますが、モーストと書かれてます。で、さらに下の方には各属性のリドラたちが描かれてます。なんかこういう遊び心があるところがモンストの好きなところの一つですね。で、続きまして先ほど説明した公式設定にも書かれている通り、イグノーには絶滅した動物が描かれてます。1匹目がニホンオオカミ、2匹目がウサギワラビ、3匹目がドードで、さらにこれら3匹の動物には他にも共通している点があります。それが人の手によって絶滅された動物っていう点です。ニホンオオカミは人間による開拓、西洋からのオオカミが悪という印象での人為的な駆除、ウサギワラビーはオーストラリア大陸での開拓、人によって放たれた犬やキツネによって滅びました。3匹目のドードーはマスカリン諸島に放たれた家畜や犬によって卵やひな鳥が食べられた他にも、警戒心が薄く逃げ足が遅いことから人間の食料として捕虜されていくうちに絶滅しました。で、最後にイグノーについて話していこうかなと思います。イグノーがしていること、それは隠蔽です。いじめ、企業の汚職、政府の起こした事件など、この世の中では隠蔽されていることも残念ながら多いです。
なぜ組織や人は隠蔽をするのか、それはバレなければなかったことにできるんですよ。また悲惨な事件の裏側では悲しんだ人、嘆いた人が必ず出ています。なぜその事件は起きたのか、繰り返さないためにはどうすればいいのか、その対策を取っていれば今後救われる人が出てくる可能性もあります。つまり責任を取りたくない個の利益によって集団としては不利益を生み出してます。イグノーの撤退ボイスは見えなくされる理由、それは世界にとって都合が悪いからだよ。今の説明によってこの文章のおかしいところが分かっていただけたかなと思います。またイグノーのテーマが隠蔽であることを裏付ける証拠がイラストにあります。ほぼ全ての顔が口角を上げられている中で一人だけ口を縫われてる人がいます。おそらく彼は真実を知っていて、それを口走ろうとしたところイグノーに口封じをされたものだと思います。でこの話はあくまで憶測でしかないんですが、イグノーのイラストを改めて見るとイグノーの口っていうのも歯のギザギザみたいな形にも見えるんですが、これ縫われてるようにも見えますよね。でさらにイグノーがキャンパスに見立ててた人々が嘆き悲しみ生まれた壁、その壁のくぼみとイグノーの目と鼻のくぼみはかなり似てますよね。でさらにイグノーが出したと思われるこのスプレー、ものすごく悲しげな表情してますよね。なぜこうなってしまったかまではわからないんですけど、イグノーももしかしたらこの嘆き悲しんでいる人たちの一人だったのかもしれないですね。話を戻しますが、あまりに辛い事件に対して常に悲しむ必要はないと思います。時には忘れることも必要かもしれません。ただ忘れることとなかったことにして平和を謳歌するのは全く違います。このイグノーが初降臨したのは3月12日、日本人が忘れてはならない悲惨な出来事があった翌日に属性順を無視して現れたのがイグノーなのかもしれません。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、豪絶イグノーのキャラ設定の考察について話していきました。まあ、最近はその豪絶キャラの設定考察っていうのはあんまりしてなかったんですけど、まあ、もしこの動画が好評でチャンネル登録してくださる方とか多ければ、また別のキャラでね近々上げたいなと思っております。またイグノーに関しては性能面でも結構優秀なキャラになってますので、まあ、クエストの難易度は高いですが、まあ、ミラクルミンとかねビスケットとかそこら辺のアイテムを使ってまだ運極作ってないっていう方はね、ぜひ運極目指してみてはいかがでしょうか。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。黒三つ葉でした。